樋口隆興は評論家、社会学者、政治家。本名は樋口秀夫、別号は行説。1909年に文芸革新会を起こし、自然主義批判の文芸評論家として活躍した一方で、1915年には衆議院議員に当選し、政治家としても活動した。ちく県稲ぐん田町の銀行家、樋口ち平。 三世の長男として生まれた。飯田尋常小学校、旧世松本中学、第一高等学校を経て、東京帝国大学文科大学哲学科へと進学し、ここで社会学を専攻した。さらに1900年には大学院へと進み、1901年に高山貯牛が発表した美的生活を論図に対して、雑誌太陽に美的生活論を読んで、 諸牛氏にあたを寄せて、道徳主義、個性主義の立場から反論した。これを発端として、樋口は1909年に、後藤中外や戸張地区風、笹川林風らと共に、文芸革新会を結成し、反自然主義運動を展開した。また、1904年頃から、明治大学で教弁をとり、学内の新国留学生用の教育機関である。 経緯学号の主事などを務めた1911年、大隈重信主催の雑誌、新日本が創刊されると、樋口は長井龍太郎と共に編集にあたり、この頃から政界への興味を強め始めた。1914年に、井上哲次郎の推薦により、文学博士の候補者となったが、折からの井上らと上田和俊らの反目によって、結局は、 上田らの雄沢柳正太郎が当選したことから、政界進出を決意し、1915年に行われた第12回衆議院議員総選挙において、立憲党司会の推薦を得て出馬し、初当選を果たした。その後、政党の合同に伴い、党籍も、県政会、立憲民政党へと移動した。1928年、樋口は民政党を離れ、 田中義立らと県政一新会を発足させた。これに伴い民政党幹部会が樋口を除名したことから樋口と同じく長野県選出の民政党第二子である桃瀬渡や古畑玄太郎などは樋口の復党運動を展開した。しかし樋口は復党することなく1929年6月6日に心臓麻痺で死去した。ありがとうございます。